始まったのか？始まりました。始まってるのね。ブログみたいなさ、ガラケーの時代みんななホムペってやつを作ってた。ホムペって あったやろ。なんか C とかこんな、うちも自分でようこそって貼って、で日記とキラキラみたいな、掲示板あったやろ。掲示板あったやろ、で掲示板にな、みんなな、なんか見たら必ず書き込むこと、かっこ彼氏ありなので男の子は遠慮願いますみたいな書いてあるの。うさいとのせいやろ、ほんと知らねえよ、こっちで決めることやから、お前ブスって思ったよな。悪口やん。みんなな、意外と知らんけど、日本語って世界的にはすごく美しい言語だとされてるよね。まあ、表現が多かったりとか、まあ、なんか優しいとか、優しいとか、うん、あと悪口の言葉が少ないっていうのもね。確かに悪口めちゃめちゃ少ないね。ないやろ、なんかロシアのなんかさ、めちゃくちゃ悪口多いやんか。多い。悪い言葉自体は日本語は少ないっていうので、まあ、だからあまりこう悪い言葉がないんだろうなっていうのも世界で有名やね。ロシア人も日本人ってあんま悪いこと言わへんねやろってよく言われるから、友達に。でもな、いざ日本に来た人になんか日本人の会話をほぼほぼ全て訳すと、え、口悪いみたいな、口悪くなる、口悪ってなる。みんなが一番驚くのは、例えばね、外国の悪い言葉って、まあファックなんちゃらとかさ、ビッチとかさ、F ワードなんちゃらかんちゃらみたいな、あれってほとんどがその人のこう行動に対する悪口じゃない。ロシアでもやっぱりビッチみたいな、スッカみたいな、メス犬みたいな言い方とかがあるんやけども、それもやっぱり結局行動に対するディスやねんな、悪い言葉やねんな。まあそうよね、なんかこいつはなんか不死だらなとか汚い、そうそうそう、汚らしいとか。でも日本ってな、ブス、デブ、ハゲ、これなんていうの、その人の容姿に対する悪い言葉がめっちゃあるねん。あ、そっか。それがな、ロシアでブスってある言葉、女性、まあ男性でもいいけど、ブス、女性の容姿をけなす言葉で一般的に使われる言葉、なんて言うの、ロシア語で。そうやって言ってみれば、見たことない、その人に向かってお前ブスやんな、お前このブスがって言ってるのを、手に暮らしいわやとか、ストラッシュねとか、多分ね、それを言ったら、本当の喧嘩を売ってるっていうレベルじゃない、もう本当に、はぁって言われる。はぁっていうか、なんか多分もはや、なんか、こいつ悪い言葉知らんのかなっていう。ぽいやみたいな。こいつ悪い言葉知らんのかなっていう、なんか聞いたことのないさ、感覚になるというか、本当に、差別というか、そっち系になるんだよね。なんかこう、なんか後味悪い感じ、なんか変。聞いたことない。多分日本でいうところの、例えばね、人種差別にあたる言葉を言ってるのと同じような感覚。喧嘩では言わないよねっていう。まあ日本の方をさ、けなす言葉でさ、アメリカで使われてたんがさ、イエローモンキーとかあるやんか。ああ、なんか本当にこれは良くないっていう言葉ね。なんかそれを日本に来てる外国人が日本人に対して、おいイエローモンキーって多分な、言わへんと思う。まあ昔はそういうのあったかも分からへんけど、なんか本当にあのマジでそういうことを言う人がいたら、多分周りが本当にあのドン引き、うん、ドキッとしちゃう、その周りの外国の人も、うん、こう今の時代でそうそうそう、そんなことをなんかみんなの前で言うのかよっていう、うん、なんかそれに近いドキっていう、容姿をけなすっていうのはある。例えば同じな、豚、お前豚みたいな言ってもさ、あいつ豚やなとか豚やろうみたいな言ったらさ、日本やとさ、デブって意味やんか。まあそのなんかね、自分の本当に体型の、そう、それも違うね。ロシアとか海外だと基本的にデブを表すんじゃないね。豚ってあるよね、うん、豚って罵るんやけど、それは豚って汚いイメージ、こう泥にまみれて、そうガガガって食べたりとかする、だからこう汚いらしいとか、なんかその食べてる時になんかこういろいろ物をこぼしたりとか、それか音を立てて、こう海外って音を立てたらいけないやん、そうそうそう、うーんっ
ってやってても、本当に豚みたいに食いよって、みたいな。だから、なんかもうちゃんと行儀の悪さを指摘する言葉。直せ。行動やねんな、それも。だから、日本人が約やっぱ飲み会で、ましてやな、冗談がてらで、他の人に対して、お前ハゲだからな、みたいな、おいハゲとか言って、ね、面白ネタ、それでハゲの人もイエヘーみたいなやってたりとかする。 あれも一切理解できひんね。それはもうその人の容姿を本当にけなしてる状態で、やっぱりどうしようけなしたって海外の人からすると、よくやっぱそういう飲み会の席とかでそれが本当にびっくりしたっていう人はすごい俺聞く。じゃあ何、日本のけなし言葉実はなんかすげえ単純そうだけど、世界で結構やばいと思う。世界でナンバーワンを争うような悪口かなっていうこと。うん、もう絶対そうやと思う。日本の人の言葉はすごい。あのね、これは覚えてるけど、これ今思い出したんやけど、初めて日本に来た時にその小学校行ってたのね。うん、で小学校行ってて、やっぱり日本の文化ってあんまり全然知らないやん、うん、こう来たばっかりで。で友達とかがいっぱいできだして、その仲良くして帰ってる時に、うん、お前死ねやって言われて、それ俺もなった。初めて日本で俺5歳とかに日本来たけど、それもカルチャーショックやった。でそれを覚えてるの、私死ねって言われた時にあのね、本当にうちのもうなんかこう、もう本当に刺さっちゃって、家帰った時にママ私死ねって言われちゃったって言って、俺もそれ言う。お母さんめっちゃ学校に電話して、学校に行った行った、お母さんも死ねっていう、どういうことみたいな、そう、子供に死ねって、なんかうちの子供殺されるんですかみたいな感じで、これは言ってた。それ覚えてるわ。めちゃめちゃ傷ついたっていうか、その分かんなくて、本当に死ねってもうすごい、なんかもうなんかやばいやん、やばい、死ぬってもう生きてないんだよっていうのを、うん、海外って絶対言わへんよ、死ねっていうのは。まあ、もちろん差別用語とか、その差別を受けたとかっていうのはすごく、日本の方がね外国に行って差別を受けたとか、こんな悪いこと言われたとかっていうのは結構よく聞く話ではあるから、なんだろう、外国と比べて日本の罵り言葉が外国よりも悪いとまでは俺は言わへんねんけど、ただ外国の方がびっくりするポイントっていうのは意外とこういうところにもあったりするから、まあなんか別にそれを直せだなんだというわけではないけど、結構外国人驚いてる可能性ありますよっていうのを伝えたい。そこで それはポイントがね違うっていう、その罵るポイント、日本では逆にさ、それでさ女性とかに対してお前このアバズレとかっていうのは逆に言わへんやん。でも行動に対してあんまり言わへんねんな。これを機会に思い出して、なんか自分もよく聞かれたりしてたんやけど、なんか日本に来た時になんか、うん、何がびっくりしたとか、何がその衝撃的だったっていうのを、なんかいつもなんか、うん、納豆とか、なんかもう忘れてきてるやんかいろいろと、こう今の話題で思い出した、これがすっごく衝撃的やった。まあ、ただなんかやっぱりなんか飲み会の席の前ブスとかさ、すごい言ったりするけど、あれが成立するのってさ、やっぱ外国では絶対このやっぱ空気を読む文化がないからさ、うん、なんかこれは冗談で言ってて本人もそのつもりじゃなくて、ほんまもの私ブスじゃないからこそ言えてるんやろうなとか、うん、そういう感覚って絶対にないから、その空気を読む文化のがあるからこそできる技、もうすごい難しい技やと思うね。まあ、ただな、安心して、俺日本人で空気読めてるから、絵はデブブスとかって言っても俺は言える、うまく言えてるって思ってるかもわからへんけど、意外と傷ついてる子もおるかもわからへんから、やっぱテレビとかでさ、やっぱ芸人さんがさ、ブスブスウェー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 みたいな言ってるのを見て、やっぱあれってお金が発生してて、そうやって言われたいみたいなのがあって、もうほんまにすごいプロの技だから、素人さんがそれを真似してやってるのは結構俺失敗例も見るな、いくら日本人とはいえ。それ、ね、なんかプロの人がやってても失敗出すぐらいだから、そうそうそう、やっぱりね、私たちが普通に生活してて、うん、ね、そういう失敗もやっちゃうから、もういいんちゃう、なんか今一度すごい昔ながらの悪い言葉に立ち返るのもあるかも、うめぬけちゃんでですだからそういうレベルでええんちゃうもんちょっとなんかロシアの悪口も取り入れてみる、このヤギヤギっていうのはすごいこう、ヤギってバカな動物だというなんか勝手な思い込みがロシア人にはあるから、なんかこう噛んでてあんにゃんにゃんにゃんって何も考えてなさそうだから、このヤギってほんまによく言う言葉、あとなんか
プリンとか言うやん、うん、クレープクレープ、あの、なんていうの、クレープこれ悪い悪い言葉、なんでか分からへん、なんかクソみたいな意味でプリン、そう、ちくしょうみたいな感じが、あの、もう、俺、おじいちゃんがよくな、失敗した時とかに言うんだけど、これ全然分からへん、容器パーキーっていうの、あ、そう、大容器パーキーっていう、あの、なんていうの、松の木の枝みたいな松の木の枝って容器パーキーは、松の木と松の木の枝、だから意味分からへんね、そう、なんか海外ドラマで天国に悪い人が行ってまうドラマ、あのザ・グッド・プレイスっていうのがネットフリックスで見てたんだけど、天国行ったら悪い言葉はな、言えんくなんねんって、悪い言葉が全部綺麗な言葉になってまうから、だからグミってなんかそれ思い出したそれ面白くない？グミ、でも多分な、あのそれと同じ理屈やと思う、クレープってこう悪くない言葉をなんか子供の前でクソって言って子供が真似したら良くないから、なんかクレープって言い始めて、でそれがどんどん根付いたのかな、根付いて、でもクレープっていうのは悪い言葉になってしまった。じゃあちょっと待ってさ、なんかロシアの何個かのこう悪い言葉をちょっとこう考えようよ、考えろ、いい風に、例えばもうアレちゃんのこの状態の様を見てさ、この状態、うん、このグミみたいな、これグミなんだよ、グミね、ラムレーズンだよ、あ、それあかんねなんで今ね、ラムレーズンじゃないやろさくらんぼとか言うとき、そこはもうラムレーズン、あらへん